八坂野外活動センター、山並山荘山村留学とは、都市部の小中学生が長期間にわたって、親元を離れ、自然豊かな農山村や漁村で生活をすること。海岸地域や離島においては、海浜留学、離島留学と称していることもある。夏休み、冬休み、春休みを利用したものを、短期山村留学。 一年間単位で実施するものを長期三村留学とすることもあるが、一般に三村留学といえば校舎を意味する。ここでは主に長期三村留学について解説し、中山間、離島地域の公立高校の全国募集も解説する。1968年、東京の小学校教師、青木高安が夏休みに、 長野県北安ず郡群や坂村で行った教育キャンプが発端である。といった当時としては、画期的なプログラムが参加児童に好評で、冬休みや春休みにも拡大。そのうちに、だんだん長期滞在を希望する者が多くなったことから、長期のプログラムも実施。それでもまだ好評で、参加者からもっと痛い,たいという声が上がったため、1年間単位で実施する。この制度がスタートした。 このほか、農産漁村在住の祖父母や親戚が里親になる方式も見られる。いずれにせよ、山村留学生は地元の学校に通い、地元の子供と一緒に学校生活を送る。基本的には様々な自然体験や農産漁村の暮らしを体験することによって子供たちの生きる力を育むことを目的としている。また自然体験や少人数の教育環境により、 不登校の解決法として活用されることもある。ただし、現地での集団生活や公立学校での生活を送る意思が子供自身にある場合に限られ、治療目的での留学は難しいことが多い。ありがとうございます。